オフショア金融センター。オフショア金融センターとは厳格な意味でのオフショア市場である。通常は小規模かつ低税率な方域であって非居住者たるオフショア会社に対する企業向け商業サービスの提供とオフショアファンドによる投資に特化したものを言う。この用語は1980年代にまで遡る。研究者のローズ、ローズとシュピーゲル、シュピーゲル、 ソシエテジェネラル及び国際通貨基金はオフショアセンターにはその居住人口に比例しない金融セクターを有するあらゆる経済圏が含まれるとした。ある金融センターがオフショアか否中は程度問題である。現に IMF のワーキングペーパーは蒸気記述を引用しこのオフショアセンターの定義には英国及び米国も含まれるがこれらの国は その大規模な人口や G20 や OECD といった国際機関に加盟していることから通常はオンショアとされるとしている。タックスヘイブンというより不明瞭な用語はしばしばオフショアセンターについて用いられることがあることから両概念は混同されることがある。ドリー・エス・インターナショナル・イネシアティブズ・フェクティング・ファイナンシャル・ヘブンスにおいて用語集の執筆者は オフショア金融センター、オフショアファイナンシャルセンターを率直に、タックスヘイブンとこれてきたものを指す、政治的に正しい用語、A ポリティカリー、コレクトターム44アットユーズドツービーコールド、A タックスヘイブンと定義する。しかしながら、次のような流報を付している。この用語を使用するということは、ある方域が、いかなる一般的な意義においてもタックスヘイブンでない、まま。 オフショア金融センターとしての一定の便益を提供しうるという重要な指摘をするものである。The use of this term makes the important point that a jurassic shall may provide specific facilities for offshore financial centers without being in any general sense.Atax haven 米国内国際入庁の1981年の報告は次のように結論づける。 ある国がタックスヘイブンであることの条件は、そのように見え、かつ、気にするものによって、そのように考えられることである。A country s a tax, ス、ヘイブン if it looks like one and if it is, 感じたードツ b ビ by those who care. 金融機関の守秘義務と、租税回避の示唆するところによれば、タックスヘイブンは、必ずしも、 オフショア金融センターを示す適切な用語ではない。その多くにおいては、法定の銀行の主否義務がなく、その多くは、租税情報交換プロトコルを採用し、諸外国が脱税の容疑について操作できるように、しているのである。オフショア金融センターに対する見方は二分されている。用語者は、評判の良いオフショア金融センターは、 国際金融と貿易において適法かつ不可欠な役割を果たしており、その非課税の仕組みによってフィナンシャルプランニング及びリスクマネジメントが可能となり、また航空機ファイナンスや船舶ファイナンス、医療機関の再保険といったグローバルな取引に必要なクロスボーダービークルの一部を可能たらしめているというのである。擁護者は米国政府、外国販売会社、 の継続的利用によりオフショア金融センターを推進している。および英国政府、カリブ海の俗領におけるオフショア金融を積極的に推進しており、その目的はこれらの地域における経済の多様化の支援と英国ユーロ債市場の促進である。によるオフショアセンターに対する目視の指示を指摘する。英国政府の関係法人である海外、民間投資校社は、 会社法の未発展な国において貸付を行う際にはしばしば借入れ人に対してローンによる資金調達を容易にするためのオフショア備育を設立することを要求する。米国の対外援助は法律上オフショアエンティティの蘇生なくしては実行することすらできないとの議論も可能であろう。オフショア金融は2000年以降ますます注意を払われるようになっており、 特に2009年8月の G20 会議の後は、なおさらである。同会議においては、各国首脳によって、非協力的な法域に対して、措置を取る、テイクアクションことが決議された。経済協力開発機構、OECD、資金洗浄に関する金融活動作業部会、FATF 及び、国際通貨基金、IMF を先方とするイニシアティブは、 オフショア金融産業に対して重大な影響を及ぼしてきた。ほとんどの主要なオフショアセンターは相当程度資金洗浄その他の主要な規制される活動についてその内部規制締め付けた。現にジャージーは国際的に最も従順な法域と格付けされており40プラス級の韓国事項のうち44を遵守している。2007年には エコノミスト氏がオフショア金融センターの調査結果を公開した。同雑誌は歴史的にオフショア金融センターに対して敵対的であったものの、この報告はオフショア金融の役割についてずっと寛大な見解にシフトしたことを示すもので、次のように結論づけている。チャネル諸島はオフショア事業によって得られた資金は現にイングランド銀行を経由しており、そのため、 オフショアセンターとしての、この王室属料の成功から英国側利益を得ているのだとす。ほとんどのオフショア金融センターは元来、租税負担の最小化を支援する仕組みを容易にすることによって著名となったものであったが、租税回避は、近年においては、オフショア金融センターの成功におけるその役割を縮小してきた。オフショア法域の多くの専門的実務家は、自身を、 租税中立的、タックスニートラルと表現する。なぜなら、提案された取引、または、仕組みが本来活動する市場においてどんな、租税負担を課されようと、オフショア法域における仕組みは、いかなる追加的租税負担をも生じさせないためである。数多くの圧力団体は、オフショア金融センターは租税を全くまたは、ごくわずかしか課さないことにより、 不公正な租税競争を行っているとほのめかし、これらの法域は経済活動と住民の双方についてより高い水準での課税を強制されるべきであると論じる。オフショア金融センターに対するその他の批判として、成功な法域はオフショア法域の利用による税収の減少を防止するための租税法制を発展させているのに、対して未発展な国は、 税収の減少には耐えられないにもかかわらず、オフショア金融の仕組みの利用の急速な進展に追いつくことができないというものもある。オフショアセンターは規制負担の軽さによって利益を得ている。オフショアに登録するヘッジファンド、その性質上、ハイリスク投資戦略を採用する、のうち極めて高い割合のものは、 租税負担よりもむしろ規制の軽さによって動機づけられているものと推定されている。多くの資本市場における再建発行はオフショア金融センターに設立され SPV を用いた仕組みになっており、その目的は当該発行に伴う規制上のお役所仕事の量を特に最小化するためである。オフショアセンターは 歴史的に違法な活動による収益を洗浄する場であると見られてきた。しかしながら、2000年代における透明化に向けた動きと厳格な資金洗浄対策規制の導入を経て、今やオフショアは多くの場合において多くのオンショア金融センターに比べてよりよく規制されていると論じられることもある。例えば、多くのオフショア域においては、あるものがの受託者となるためには、 免許が必要となるが、これに対して、例えば、英国及び、米国においては、誰が、受託者たるえるかについて何らの制限も規制もない。主要なオフショア金融センターは、資金洗浄に関する金融活動作業部会の40、40プラス9の勧告事項について、OECD 加盟国の多くよりも、より遵守している。論者によっては、オフショア金融センター間で、 成功者の水準が異なることが規制アービトラージの原因となり、底辺への競争に油を注ぐことへの懸念が表明されてきたが、市場から得られる証拠による限り、投資家は規制水準の低い方域よりも、よりよく規制された方域を利用することを好むことが示されているようである。ある、オーストラリアの研究者の研究では、多くの OECD 加盟国においては、 オフショア法域に比べて幽霊会社を設立することはより容易であることが示されている。のレポート、ウンズエディリジェンスでは国の資源や財源を私物化する政治家は略奪した資金の行き先としてオフショア口座ではなく OECD 加盟国の銀行を用いることが示されている。オフショア法域に対する批判者は当該法域における過剰な秘密性を指摘する。 特に、オフショア会社の実質的所有者や、オフショア銀行口座に関する、秘密性である。しかしながら、多くの法域において銀行はその顧客の機密性を維持しているし、主要なオフショア法域のすべては、捜査機関が疑わしい銀行口座に関して、情報を得るための適切な手続きを有しており、そのことは、ファットフの格付けに示されている。多くの法域はさらに、例えば、 アントンピラー命令のような指針に利用可能な救済手段も有しており、これは、ある銀行口座が違法行為の一部として用いられたと、当該法域の裁判所を説得することができれば、利用することができる。同様に、多くのオフショア法域は会社に関連する情報は、限られた量しか公開していないものの、このことは、米国の多くの州でも同様であり、株主名簿や会社の口座が、 公衆縦覧に付されていることまずない。信託と無限責任組合については、世界にはその登録を求める方域はごくわずかであり、その仕組みに関わる人々の詳細の公開を求めるなどということについては言うまでもない。制定法上の銀行の主否義務はいくつかの金融センター、特にスイスとシンガポールの特徴である。しかしながら、 多くの府所ア金融センターにおいては、そのような制定法上の権利は存在しない。アルバ、バハマ、イギリス領、バージン諸島、ケーマン諸島、ジャージー、ガンジー、マンジマ及びオランダ領アンティル諸島は、OECD モデルに基づいて、租税情報交換協定を締結しており、これにより、本国税制への違反の疑いのある非居住者については、 財務情報が共有されている。オフショアセンターは、グローバルな取引の同感として機能し、国際的な資本移動を促進している。国際的なジョイントベンチャーを設立する場合も、そのいずれの当事者も無用な課税を招くことを恐れて、相手方当事者の本国に設立することを望まない、場合には、しばしばオフショア法域の会社として設立することになる。 多くのオフショア金融センターは依然としてほとんど、または全く課税しないが、オンショアの租税法制がますます成功化されたため、取引の仕組みをオフショアに移すコストに比べて、税務上のメリットがほとんどない場合もある。近年、いくつかの研究において、オフショア金融センターの世界経済への影響が、より幅広く検証され、これらの法域における銀行間の激しい競争が、 付近のオンショア市場における流動性の増大もたらしていることが示された。小さなオフショアセンターに近接していることは、クレジットスプレッド及び、金利の抑制につながることが示され、ジェームズ・ハインズ、ジェームズ・ハインズのレポートは次のように結論づける。オフショアセンターと密接な関係を有する国においては、いかなる方法であれより自由に信用供与を得ることが、切る。 バイエブリーメジャークレジットイズモアフリーリー、アベーラブルインカンドトゥリーズウィッチハブクローズ、ラレシャンシップスイズオフショアセンターズ。低税率金融センターは、新興市場への投資における同感として、ますます重要となっている。例えば、昨年のインドへの外国直接投資の44%は、モーリシャス経由であり、ブラジルへの外国直接投資の三分の二以上が、 オフショアセンター経由であった。ブランコ、ブロンコとロジャーズ、ロジャースはオフショアセンターへの近接性と後発開発途上国への投資のには性の相関があることを示した。オフショアセンターへの外国直接投資が1ドル増加すると近隣の発展途上国への外国直接投資が平均0.07ドル増加するのである。オフショア金融センターの基礎をなすのは オフショアビークルの蘇生である。典型的には次のようなものがある。オフショアビークルは様々な理由によって蘇生される。合法な理由には次のようなものがある。不法な理由には次のものがある。多くのオフショア金融センターは、船舶、バハマとパナマが著名、または航空機、アルバ、バミューダ及び、ケイマン諸島が著名の登録も行う。航空機は、 新興市場の航空会社が、そのリース、または購入にあたって、オンショア金融センターから資金を調達する場合に、よくオフショア法域で登録を受ける。資金提供者は、航空会社の本国において、当該航空機が登録を受けることを許容したがらず、これは、当該国が民間航空に対する十分な規制を有していない、ためか、または航空機に対する、 担保権実行が必要になった場合に、当該国の裁判所が完全には、協力的でないと想定されるためである。かつ、航空会社は、資金提供者の保育、大抵は米国、または英国にいて航空機の登録を受けたがらない、個人的もしくは政治的な理由のためか、または航空機について、偽の訴訟や差し押さえの可能性を恐れるためである。 例えば2003年には国有航空会社であるパキスタン国際航空は8機のボーイング777の購入の一環としてその保有するすべての航空機をケーマン諸島において再登録を受けた。米国の銀行は航空機が引き続きパキスタンで登録を受けることを許容せずかつ航空会社は米国で航空機登録を受けることを拒んだためである。 数多くのオフショア法域はリスクマネジメントのために当該法域内でキャプティブ保険会社を設立することを促進している。より成功なオフショア保険市場においてはオンショア保険会社は当該法域においてオフショア市会社を設立しオンショアの親会社が引き受けたリスクを再保険により移転することで準備金及び資本の必要額を減額することもできる。 オンショア再保険会社もまたオフショア市会社を設立して壊滅的なリスクを再保険で移転することができる。バミューダの保険、再保険市場は今や世界で3番目に大きい。第一次保険市場がますますバミューダに集中しつつあるとの兆候も見られる。2006年9月には普通250に含まれる保険会社であるは課税上及び規制上のメリットにより、 バミューダに移転する計画を公表した。多くの不祥ア法域は集団投資スキーム、またはミューチュアルファンドの蘇生に特化している。市場の主導者はケイマン諸島であり、世界のヘッジファンドの約75%、当該産業における運用資産総額として見積もられる1.1兆ドルのうち半分近くを抱えているものと見積もられており、 その後を追うのがバミューダだが市場の動向としては数多くのヘッジファンドが今やイギリス領をバージン諸島において蘇生されている2005年末時点でケイマン諸島には7106のヘッジファンドが登録されイギリス領バミューダ諸島には2372そしてバミューダは1182であるこれらの数字は他の種類の集団投資スキームを含んでいない ヘジウィークにおけるデロイトによる近年の調査も参照のこと。しかしながら、ミューチュアルファンドの蘇生にかかるオフショア法域のより大きな魅力は、通常は規制上の考慮にある。オフショア法域は、ミューチュアルファンドが追求し得る投資戦略対して、仮にあるとしてもほとんど規制しておらず、ミューチュアルファンドがその投資戦略において採用し得るレバレッジの程度に、 ついても制限を課していない。多くのオフショア法域、バミューダ、イギリス領、バージン諸島、ケーマン諸島及びガーンジーは、ミューチュアルファンドとして利用するためのの設立を許容している。類似の会社型ビークルは、オンショアでは利用できないこともまた、オフショアで設立されたファンドの流星に寄与している。伝統的に、数多くのオフショア法域は、 銀行免許を比較的わずかな審査によって与えてきた。国際的なイニシアティブによって、この運用は止められ、今や極わずかなオフショア金融センターし、主要なオンショア法域で銀行免許を有しないオフショア銀行に銀行免許を発行していない。オフショア銀行についての最新の信頼できる数としては、京マン諸島が285行の免許を受けた銀行を抱え、 バハマは301行である。これに対して、イギリス領、バージン諸島は、たった7行しか免許を受けたオフショア銀行を要して、いない。IMF によりオフショア金融センターとされる方域の一覧は、オンラインで公開されている。多くのオフショア金融センターは、現在のまたは、かつての英国の植民地、または、王室属領であり、しばしば自身を単純に、オフショア方域と呼ぶ。 見方によっては、もっとたくさんの国がオフショア金融センターであるが、以下に掲げる方域はオフショア金融の主要な行き先であると考えられてる。以下の著名なオフショアセンターは今はニッチな市場に特化している。規制の評判及び基準はオフショアセンター全体において一様でない。2010年のは全ての国際金融センターについてデータを収集し、 世界の5つの主導的なオフショア金融センターとして次のリストを公表しているすべてイギリスの主権の及ぶ地域である2009年12月にはグフシーの主導的なオフショア金融センターに所在する専門サービス事務所企業のグループが国際金融センターフォーラムインターナショナルフィアナンシャルセンターフォーラムを立ち上げたそのウェブサイトによると同フォーラムは 小規模な国際金融センターの世界経済における役割について信頼できるバランスの取れた情報を提供することを目としている。欧州連合は近似、数多くの不所は金融センター、特にバルバドスとバミューダは例外である。に対して欧州連合厳選徴収課税及び情報交換に関する指令に署名させた。 この規制は各国法によって施行されるが、その下では、これらの法域で銀行口座を有する EU に居住する国民は、15%の源泉徴収課税。これは、オフショア法域と口座保有者の居住国に分割される、を受け入れるか、または銀行に対して居住国との完全な情報交換を許容しなければならない。多くの大規模な法域、特に、 香港とシンガポールは指令への署名を拒否した。施行によって、この指令は予測されていたよりもずっと少ない額しか取り戻せなかったが、これが規制が実効性を欠いたためなのか、オフショア銀行口座にあると予測されていた額が大幅に過剰であったことが明らかになったダメかについては争いがある。同様に、広く予測されていた香港びシンガポールへの資金の投は、 実際には起こらなかった。2006年5月のイギリスにおける特別委員の決定により、同国歳入当局は、イギリスを本拠とする銀行に対しては、違法性が疑われる場合に、オフショア銀行預金の情報の開示を強制できるようになった。これは、顧客が情報交換よりも、厳選徴収課税を選択した場合であってもである。 2000年のレポートゥアーズグローバルタックスコンペティションにおいて経済協力開発機構は金融事業を優遇する税制の存在と租税情報の交換手続きの欠如を根拠に47の法域をタックスヘイブンとして特定した2000年から2002年4月の間に31の法域が OECD の透明性及び情報交換の 基準を実施することを正式に確約し、これらはタックスヘイブンのリストから除外された。アンドラ、リヒテンシュタイン、リベリア、モナコ、マーシャル諸島、ナウル及びバヌアツは透明性及び情報交換についてその時点では確約していなかったため、2002年4月に OECD 租税委員会によって非協力的なタックスヘイブンとして名指しされた。 これらすべての法域はその後その立場を翻し、もはやタックスヘイブンとはみなされていない。2009年4月の G20 ロンドンサミットの中で G20 の指導者らがタックスヘイブンを取り締まることに合意した後、OECD は国際的に合意された課税基準を実施する必要のある国のリーストを大焼けした。2009年5月には OECD 租税委員会は残存する3つの法域、アンドラ、リヒテンシュタイン及びモナコを非協力的なタックスヘイブンのリストから除外することを決定した。これらの国が OECD の透明性及び実効的情報、交換の基準とその実施に向けて作成した工程表に確約したためである。その結果、現在では OECD 租税委員会により、 非協力的なタックスヘイブンとテリストに掲載された方域は存在しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。